どうもこんにちは、CBO チェイス。ブラックです。今回もですね、ウニングレバープリン1000に行っちゃっていこうと思うんですが、今回ですね、ようやくゲットできました。ほんと今週のね、超目玉監督ですね、紹介しようかなと思います。今週この監督ゲットしたいみたいな、人も多いんじゃないかなと。ですね。ただね、チャンスは今週ライブアップデートが入んなくて、そのまま継続なんですよ。そうだね。だから、まあ、この監督もまだ来週いっぱいまで、ゲットすることできるよということで、はい、期待のね、新疑似 3CF のブレンダン・リード監督。はい。カウンターロング中央褒め重視のフォアチェック中央アグで、ディフェンシブだとポゼになりますね。プラス打ちがですね、なんとオフェンシブ戦術の場合は、サポート距離9で、ラインとコンパクトセンスが重修なんですよね。すごい。ほとんど数値がマックスに近い。だから、そういうことです。あの、疑似 3CF のサントスみたいな。今流行ってる、リーフット5バックの、あれにもめちゃくちゃ戦術も、裏数値も、というか同じだと思う。どういう感じだったかっていうと、なんか俺はずっと5バックのリーフット使ってたから、なんかね、疑似 3CF なんだけど、5バックのリフトを使ってる感じになるんですよね、守備はね。で、攻撃はやっぱり疑似 3CF なんで、しっかり前3枚いるんで疑似 3CF っぽい攻撃できるんですけど、守備がですね、やっぱ結構面白くて、ちゃんとここ3枚いて、今回こうライカルトとね、デブライネなんですけど、ラインとね、あのコンパクトネスが重従ということで、相手のくさびが入った時にこの3枚でプレスかけて、ここでね、挟みやすいんですよね。これやっぱりコンパクトネスが10と、ライン高さが10なんで、このね、選手たちのね、あの距離感もね、かなりラインがこう上がってるんで近いし、中盤との距離も近いし、中もこう硬いんで、選手がどんどんこっちこうやって入ってくるんで、すぐね、あの選手に対して激しくいけるっていうのがある。疑似 3CF でラインが高いって聞くとちょっと怖い感じもするんだけどね。そう、やっぱあの裏抜けとかね、多分怖いとは思うんですけど、ただ裏抜けはそこまではされない。プレッシャーをかけて、相手がこう背負った時にどんどん前からプレッシャーかけて、いいパスを出させないっていう。とは言っても、まあ3バックでラインとね、コンパクト高いんで、裏抜かれちゃったりとか、ちょっとね、こうネドベタのここら辺使われたりとか、ニャブリのここら辺使われちゃったりっていうのはあるんですけど、ただその分やっぱ攻撃ですよ。かなりね、バチクソな、やっぱ破壊力。だから、ほんと攻撃はまんまチェルフチェンコ。で、守備はまんまリンフットみたいな感じで、戦術になってるんで、ほんとこの監督はね、まあコスト640なんですけど、今ね、あの、監督のマネージメント能力アイテム向上とかも配られてて。ただ、それを上げたとしても690ぐらいだよ。そう、ちょっと寂しいですけど、ただ俺上げる価値はあるし、疑似三周今まで結構いろんな監督使ってきて、俺は個人的にやっぱり疑似三周ってちょっと守備が難しいなって思ってたんですけど、この監督だったら、ちょっとやってみようかなって思うぐらい、一番使用感が良かった監督ではあるんで、疑似三振の中で。今週取る価値がね、非常に高い、監督なんじゃないか。これ絶対取りましょうっていう。最後ね、じゃあこの監督と触れまして、はい、どれぐらいやれるのかやっていきましょう。はい、shooting prowess. He generally likes to keep things simple, taking as few touches as possible, but making every one of them count. I've got a feeling he's going to be a real and De Bruyne! Beckham brushed off the ball there. Arsenal, they're at full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Real chance! Right?So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, it was a long time coming, but I think it's fully merited. Morata!
ということでいきましょう。調子いいですね。まあ需要があればですね、人選解説とかもしようと思うんですけど、 E3CF だから。おい、大体一緒。フォートップぶつけてくんなや。いや、どうなんかなと思って一番嫌な相手じゃんこれまあいいや。ただね、趣味の部分はちょっとフレまで、ね、お見せできれば。攻撃はまんまチレフだよね、これ。カウンターのも中央だから。趣味はまんまに、でもポジションにもなるんでしょ。そう、あのあれでね、あのディフェンシブはそんな感じ。いや、足出さな、みんな。これね、攻撃まんまチェリフだから、本当にみんな足出さな。でこれ守備はリーフットなの。多分いいとこ取りましたみたいな感じだよね、この監督。まあ言える。いやいやいや、ゆるパスゆるぞじゃん。危ねえ。ラインがね高いんで結構サンドしやすいんですよ。いやー、これ斜め、はい、滑り込みでも決めていく。これしょうがねえよね、ぶっちゃけね。まあやられちゃうときはやられちゃうっていうの、まあしょうがない、点を取りに行く監督だから、まあ、そう、どっちかっていうとね、それしょうがないね。気持ち守備できればいい。守備が強いっていうことではないんだよね、やっぱ。だからその攻撃で火力で押していくんだけど、そのだから高い位置で取れる確率も高くなるから、そう、そのラインが高いと、だからそのより火力が出てくる守備になってるっていう感じですよね。まあ結構前からはかけてくやっぱり、うん、前からプレスかける人とかめちゃくちゃ多い。俺めっちゃその好き。ああなるほど。好きって感じ。ただやらせねー。いやこれフォートップだとわけわかんなくなるんだよな守備の感じがちょっとね。どうでしょう。ああ出ちゃってた。そういうところをその注目してみてもらえないと。出るじゃん。まずい。ジェラルモネア嘘だろ。ああ火力ある。いやこれだよ、本当に火力すごいよああそう、これ強いんで、めっちゃ来るね。めっちゃ強いよこれマジで。ここ、ここ見て、ここ、今のところは結構キュッとしたでしょ。あー強いね。よし頑張れ、結果終われ。うわっ、メッティメッティどうした。あ、オフサイかい。あのやっぱラインが高いからオフサイドになるな。そうそうそう、別にラインブレーカーの選手じゃねえんだけどな。メッシとか置いてるわけじゃねえんだけど、ラインマジ高いだから重々でコンパクトですよ。ラインがオフサイドになるな。えっ、オフサイドも使ってなんか、だるい、危ねえ危ねえ、願い通じたあ、これオフサイド、えっ、何は手としてに長いってやってる。いや、うるせえよ、ロンゲー、ロンゲーうるせえ、ロンゲーうるせえよ、マジで。おい、さすがにわかる、もう何回真ん中狙ってきてんねん、こいつ。あっ、すみません、足危ねえデブライナって入るかなと思ってね。迫力あるね。ちょっと打っちゃったよ。迫力あるね。え、嘘だろこれ。ああ、それ呼んでる。いやー終わるか。まあまあまあ、終わりにしよう。チャースチャッチャチャース。これでね、あの後半からこれ俺モラタとエブラハムとイサクなんだけど、マジで火力エグいな。火力エグいよね。引き分けるぞ。あんまり先生よし、ファールくれー。それなんやろ。ここねえ、それは入らん、遠いもん。いや今左だったよ。今どちゃくちゃ遠いもん。無理無理無理。右で打ちや。まずい。前で。オッケーオッケー、これでかいよ。いける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 。はい、間に合いなかった。すんばらしい。カウンター1寄ってるのはすごい、すんごい右に寄ってるな。危ない危ない、終わりか。あるよ、いやー